竜が竹は山梨県南駒郡美野部町、南鶴郡富士川口湖町と静岡県富士宮市にまたがる天守山地の最北端に位置する標高1485メートルの山。元須湖の南岸に接し、山域は富士箱根伊豆国立公園の特別地域の指定を受けている。朝霧高原の北西に位置し、一帯では 霧が発生することが多く湿度が高い。山の上部は笹原に覆われている。竜神にまつわる伝説がある。富士山が噴火した際に、元栖湖に潜んでいた竜が流れ出た溶岩の厚さのために逃げ出し、小富士に登って竜が竹と呼ばれるようになったと伝えられている。信仰の対象の山で、山独の六歳念仏校の住民により、念仏行法の登頂が行われている。 山頂の東中腹に石仏が祀られている。山梨県側の北側の山域は山梨県により、元巣の森として遊歩道が整備されている。元巣湖畔山麓の山梨県有林では、紅葉樹林の自然林が残されている。西側の山域の雨が竹の北山腹には川尻金山跡があり、第二次世界大戦の数年後まで採掘が行われていた。 山頂からは富士山が望めるダイヤモンド富士が展望できる山として知られていて登山やハイキングの対象となる山である。山梨県により山梨百名山の一つに選定されている。かつては山頂部が深い笹に覆われていて登頂が困難であったが2000年に笹原が切り開かれ登山道が整備された。山頂はなだらかな広場となっていてテーブルと ベンチが設置されている。富士山の眺めが良く、南アルプスや八ヶ岳方面の展望できる。2009年6月に登山家の田部井順子が訪問していた。積雪したり、霜が張ることがある。以下のルートが開設されている。代表的なモトスコキャンプ場からのコースは、山梨県により、技術的難易度がランク A、体力度が2、1から10とされていて、 途中に石仏を祀った祠と展望台となる、あずまやが設置されている。南域の一部コースは、東海自然歩道を兼ねている。他に、南側のけなし山や雨が竹から、橋やし峠を経て、天出山地を縦走するコースもある。北東山腹には、元巣の森周遊歩道が整備されている。登山道脇では秋に、秋の麒麟草や林道などの花が見られる。 モトスコキャンプ場からのコースの石仏の脇にある展望台山頂部は、美濃部町と藤川口湖町にまたがり、南山腹の一部が富士宮市に属する。天守山地の最北端に位置し、西南西にある雨が竹との間に安部に橋足峠がある。東側の山麓は、富士山北西面の裾野につながっていて、山頂の東 3km に割石峠がある。 山域の北東側には広大な青木ヶ原が広がる。南山徳にある A 沢調水池、周囲に東海自然歩道が通る北山6は、本栖湖畔となり、枯れ沢が流れる。芝川の支流の源流となる山で太平洋側の駿河湾へ流れる。山頂の南 1.7km に A 沢調水池がある。山頂の東南東 1.8km に流進地がある。 東山六に国道139号が通り、北山腹の元曽藩に山梨県道709号元曽藩線が通る。南山腹と東山六に東海自然歩道が通る。南東山腹に龍ヶ竹林道が付設されている。北、東山六の山梨県道709号元曽藩線の元須藩キャンプ場入り口から望む龍ヶ竹山6や、 周辺の主な施設を一家に示す。竜が竹中腹展望台と竜が竹山頂からの風景が、富士山がある風景百選の一つに選定されている。12月3日頃マイナス1月9日頃に、竜が竹展望台からダイヤモンド富士を望むことができる。山頂部からは、富士山、八ヶ岳、朝霧高原、三坂山地、赤石山脈。 箱根山と駿河湾などを望むことができる。ウィキメディアコモンズには、竜が竹から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。